ちゃん増えちゃった。キャタンとしてる弟くんも可愛いね。なんてめでてる場合じゃないんだよ。本当に大変なんだから。とにかく今すぐにお姉ちゃんと来て。このままじゃ大変なことに。そうはいかないよ。ノーマルお姉ちゃん、ショコラお姉ちゃん、セクシーお姉ちゃん、クレープお姉ちゃん、お姉ちゃんだぞ。来ちゃった。弟くんは渡さないよ。渡すも渡さないも弟くんはお姉ちゃんの弟くんなんだから。弟くん、説明はあとあと。今はとにかく逃げなきゃ。あの私たちから。ふん、そうやって弟くんを独占するつもり？そんなこといくら私でも許されないよ。ねえ弟くん、お姉ちゃんのところにおいで。たっぷり可愛がってあげちゃうぞ。弟くん、こっち走るよ。無駄だよ、絶対に逃がさない。弟くんはお姉ちゃんのものなんだから。はあ、もう追ってきてないよね。そうだ、弟くん大丈夫？疲れてない？ごめんね、急に走らせちゃって。どこかで休もうか。お姉ちゃんの膝枕でお休みする？うん、うん、そうだね。弟くんはこの姿のこと覚えてるかな？魔法少女、愛と希望の力で変身して弟くんの平和を守る存在。弟くんの平和が世界の平和だよ。まあそれはともかく、前の事件の後もお姉ちゃんは魔法少女として活動してたんだ。弟くんのためにいろんなことをしてたんだよ。詳しくは言えないけど、それが今朝突然のことだった。魔法少女の姿に変身したと同時にお姉ちゃんの前にあの私たちが現れたんだ。最初は魔法少女の敵アンチビーストの仕業かと思った。お姉ちゃんの偽物を作って襲ってきたのかもって。だけど違うってすぐに分かった。あの子たちから私と同じ思いを感じたんだ。お姉ちゃんの中にある弟くんへの愛、あの私たちは私の中から生まれてきたものだって本能的に分かっちゃった。あの私たちの目的、そんなの決まってるよ。お姉ちゃんの存在理由はただ一つ、弟くんを守ること、弟くんをめでること、弟くんに尽くすこと。そう、お姉ちゃんの目的はいつもいつでもいつだって弟くん、それ以外にはないんだよ。それはできないの。だって弟くんのお姉ちゃんはただ一人、たとえそれが私だとしても。弟くんを独り占めしたい、それがお姉ちゃんハート。それだけは譲れない。さあ私、弟くんをこっちに渡して。弟くん疲れてるみたいだからお姉ちゃんがおんぶしてあげなきゃ。そう言われて渡すと思うのかな。私ならわかるよね。もちろんよーくわかってるよ。だけど私たちも引かないよ。走って乱れた弟くんの身だしなみを整えてあげなきゃ。あなたたちは私の魔法少女の力から生まれた存在なんだよ。そんなの関係ないよ。今すぐに弟くんを抱きしめて
なでなでしたい。この思いは本物だもん。そうだよね、それが私だもんね。うん、だからこれ以上話し合うのは無駄なんだよ。弟くんへの愛の前に言葉はいらないんだから。どこまでも同感だね。大丈夫だよ弟くん、お姉ちゃんを信じて。今のお姉ちゃんにはこういう力だってあるんだから。おいでミニ弟くん。たちを食い止め。わあ、ちっちゃい弟くん。さすが私、弟くんに夢中だね。さあ今のうちに逃げよう弟くん。魔物が何体いたって弟くんのためならお姉ちゃんは勝てる。だけど相手が同じお姉ちゃんとなったら話は別。悔しいけど今は逃げるしかない。だけど必ず弟くんは守り抜いてみせる。それがお姉ちゃんの使命なんだから。一緒に街のパトロールに行こうよ。だってお姉ちゃんは魔法少女で弟くんはパートナーなんだからね。さ、手をつないでゴー。ねえねえ、お姉ちゃんが魔法少女ってどんな気分？え？弟くんも変身したいの？兄弟で魔法少女、ありなのかな？お姉ちゃんわかんない。子供たちに手を振られちゃった。ちょっと悪者っぽい見た目なのに人気があるのかな。弟くんもこういうの好き？そうなの？うわあ。じゃあもっと悪者っぽい振る舞いをしなくちゃね。弟くんはこれからお姉ちゃんのことしか見ちゃダメ。ほら、もっとお姉ちゃんの目をよく見て。このまま弟くんの心を魔法で独り占めできたらな。私の行動パターンが読まれちゃってるね。隠れてもすぐに見つかっちゃうし、やりにくいな。え、なになに？弟くん、お姉ちゃんの弱点が知りたいの？そんなの知ってどうする気かな。え、私たちにも聞くかもって。そっか、
お姉ちゃんにいたずらしたいわけじゃなかったんだ。残念。弱点か。あんまり思いつかないかな。お姉ちゃん、大抵のことを克服できちゃうし。それよりも、あの私たちが魔法少女の力に関係するものだとしたら、そっちの方から攻めてみた方がいいかもしれないね。こういう時、魔法少女の専門家がいたらな。ランドソルは今日も平和だな。これも魔法少女のみんなのおかげだね。彼女たちを選んだ僕の目に狂いはなかった。魔法生物としてこんなに嬉しいことはないよ。このままずっと平和な日々が続きますようになんてね。いたー。え、そこのモフモフした魔法生物、モーラちゃん。今僕の名前を呼んだよね。でもなぜだろう、振り向きたくない僕がいる。振り向くと今までのセリフが全部ぶち壊しになっちゃうような気が。チラッとだけ見てみよっかな。しずるちゃんがいっぱい。見たらわかるよ、何がどうなってこうなっちゃってるの。さきしさま、お姉ちゃんね、増えちゃったの。増えちゃったか。とにかく一緒に来て。うわ、世界の平和を守るのが役目なんだよね。お姉ちゃんと弟くんのピンチなんだよ。手伝ってくれるよね。うん、当然さ。僕は世界中の人々の笑顔を守る魔法生物だからね。だけどちょっとだけ正直に言ってもいいかな。関わりたくない。はい、行くよ。首根っこを使うのはやめて。なるほど、何を理解したのか自分でも正直わかんないけど、こうなっちゃった原因はわかったよ。やっぱり魔法少女の力が関係してるのかな。うん、間違いないね。あの分身たちはしずるちゃんの能力で生まれたものだと思う。能力で生まれたってミニ弟くんじゃなくて、ミニキッサマを生み出す能力、あれも元を正せば愛を具現化する力なんだよ。しずるちゃんのキッサマへの愛はとんでもなく大きい。だからこそ彼女たちが生まれてしまったんだと思う。キッサマに対する思いを魔法少女の力が叶えようとしたんだ。彼女たちはしずるちゃんの愛と希望が具現化された存在なんだ。そっか、私の愛と希望か。ごめんね弟くん、お姉ちゃんのせいでこんなことになっちゃって。弟くんを思いすぎて迷惑をかけちゃうなんてダメなお姉ちゃんだね。弟くん、やっぱり弟くんは最高の弟くんだね。ギューってしちゃう。はぁ、ほんとダダ甘なんだから。って、あれ、なんだろう、本当にすっごく甘い匂いがしない？この匂いは。クレープはいかがですか？しずるちゃん、クレープお姉ちゃんだよ。弟くんに美味しいクレープを食べてもらいたい、そういう思いから生まれた私。他の私はまだ来てないのかな。今は手分けをしてるんだよ。運が良かった、私が一番乗りだね。さあお
弟くん、お姉ちゃん特製クレープだよ。食べさせてあげるからこっちにおいで。キッス様、今揺らがなかった？もしかしてお腹空いてるの？さすがだね、弟くんのお腹のペコペコ具合を完全に見抜いてる。そんなに戦慄する場面なのかな、これ。弟くん、ほら、おいしいよ。熱々のクレープ生地にフルーツをたっぷり詰めて、生クリームで甘くデコレーションしてあるよ。このままだと弟くんが危ない。モーラちゃん、口開けて。うわっ、また作ってこなきゃ。よし、なんとかなったね。ひずるちゃん、突然口いっぱいクレープを叩き込まれる気持ち、考えたことある？ありがとね、モーラちゃん。さあ、今のうちに場所を移そう。次の私が来る前に。ようこそ、弟くん。うわぁ、先回りされてる。クレープはダメだったみたいだね。あの私はクレープを作ることしかできないもんね。そういうあなたは何ができるのかな。それはもちろん、まさか。ダメだよ、そんなの。ほら弟くん、水着のお姉ちゃんだよ。とってもセクシーでしょ。ちょっと、なんてことしてるの。弟くんにそんな迫り方をするなんて。どうかな弟くん、ちょっぴり大胆なお姉ちゃんは嫌いかな。ダメだってば。弟くん、これは違うの。こんなのお姉ちゃんじゃなくてね。ねえ、開放的になっちゃおうよ弟くん。え？ピュン。さすが騎士様、完璧なまでのカウンターが決まったね。しずるちゃん、今だよ、今のうちに。弟くんたらかっこいいんだから。しずるちゃん、しずるちゃん。なんとか逃げられたけど、多分ここにも。ピンポーン。どこに行ってもしずるちゃんがいるね。クレープとセクシーったらだらしないな。やっぱり弟くんを手に入れるのは甘いチョコを操るこの私だね。どうしたの？もしかして負けを認める気になったかな？いや、これ言ってもいいのかなってずっと思ってたんだけど。ん？クレープと被ってない？はっ！言っちゃった。言わないお約束とか関係なしだね。そんな、私クレープとかぶって。ほら、すごくショック受けてる。でもチャンスだね、今のうちだよ。ここまでで3人の私をやり過ごせた。あの様子だと戻ってくるには時間がかかるはず。残るはあと一人だね。そこにいるんでしょ。クレープもセクシーもショコラも残念だったね。いつもの私。よかったね、しずるちゃん。普段のしずるちゃんなら
今までみたいに特殊な攻め方はしてこないはずだよ。それはどうかな。行くよ、お姉ちゃんチョップ。本当無用なの？もう避けちゃダメなんだぞ。お姉ちゃん頭突き。もうそんなに頭突きしてないってば。なんて重くて素早い攻撃。いつものしずるちゃんを元にして生まれたはずなのに、どうしてこんなに強力なの？そっか。弟くんのためならお姉ちゃんはどこまでもパワフルになれる。ちょっと強引にでも弟くんはいただいちゃうよ。まずいよ貴様。これまでの度重なる激しい戦いでしずるちゃんも疲れてる。何よりしずるちゃんの力は分身を生み出しただけ、分割されているはずなんだ。そんな状態でよくここまで。このままじゃ！この気配は確かに感じる。これは闇の気配。まさか！アンチビースト！なんでこんな立て込んでる時に！もしかして狙いは僕？ちょっと待って！貴様、そんな僕をかばって。ねえ、今弟くんに何をしたの？アンチビーストが怯えてる。そりゃそうだよね。うん。どこに行くのかな？弟くんに攻撃しておいて逃げられると思ってるの？いつの間にか集合してる。今は一旦休戦だね。うん、そうだね。わわ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 わ、貴様、ちょっと見ない方がいいかも。この先は愛と希望の存在しない世界かも。弟くんを傷つける悪い子にはお仕置きだぞ。闇の力が溢れちゃいそうで。え、そばにいる？心配だから？嬉しいよ。あ、闇の力収まった。アンチビーストを倒す時のどさくさでなんとか逃げられたけど、まだまだ安心できないね。しずるちゃん、もっと遠くに。あ、
丈夫だよ、弟くん。心配かけてごめんね。全然平気だよ。弟くんと一緒なら、お姉ちゃんは無敵なんだから。でも、相手も私なんだよね。無敵のお姉ちゃんパワーも、敵になると厄介だな。このままだと、弟くんが取られちゃう。そんなの。決めたよ、弟くん。あの私を倒す。このままだと弟くんにまで迷惑がかかっちゃう。元はといえば私の力から生まれたんだもん。私が決着をつけなきゃ。ダメってどうして？みんなってあの私たちも？優しすぎだよ弟くん。やっぱりお姉ちゃんのこと大好きなんだね。でもそれじゃあいつまで経ってもあの私たちは諦めない。最初から消し去るしか方法はなかったんだよ。いや、そんなことないはずだよ。モーラちゃん、どういうこと？あのしずるちゃんたちは闇の力が暴走して生まれたわけじゃない。現にさっきは協力してアンチビーストを倒したよね。君の力なんだから元に戻せないわけないんだ。でもでも話が全然通じないし。話が全然通じないのは平常運転だと思うけど、でも自分の力を元に戻せないのはやっぱりおかしいよ。他の理由があるんじゃないかな。他の理由？しずるちゃんの力を何かが阻害してるとか。あ、や、あれ？待って、おかしい。どうして今まで気づかなかったんだろう。ん？ねえしずるちゃん、闇の力は？闇の力？急にそんなこと言われてもよくわかんないけど。しずるちゃんは以前アンチビーストによって闇の力を手にした。その上から僕が魔法少女の力を渡して魔法少女に変身したんだ。愛と希望、そして闇の力を持った魔法少女として。だけど今君からは闇の力の気配がしない。そうだ、どうして今まで気づかなかったんだ。ねえモーラちゃん、どういうことなの？もっとわかりやすく説明してよ。僕の予想が正しければ間違いない。そう、しずるちゃんはもう一人いる。わあ、弟くん、すごいリアクションだね。分身した4人のしずるちゃんが力の源である本人に戻らない理由、それは力が欠けているからなんだ。しずるちゃんの中にあった闇の力が。あ、もしかしてその闇の力を持った私、闇のお姉ちゃんが生まれてるってこと？うん、そう考えると全部辻褄が合うんだよ。しずるちゃんは愛と希望と闇の力を持った魔法少女、そのどれかが欠けてしまえば力を制御できなくなる。じゃあその闇のお姉ちゃんを何とかすれば弟くんに悲しい思いをさせずにこの状況を解決できるんだね。闇の力を持った私、一体どこにいるのかな。少なくともランドソルの中にはいないと思う。今まで街中走り回ってたけど、そんな大きな闇の力は感じなかったし。もし街の外に出てるんだとしたら探すのも大変だよ。そんなに離れないと思うんだよね。目的はあくまでも騎士様だから。闇のお姉ちゃんがいそうな場所。ここそのまま残ってるんだね。思い出される混沌とした日々。
楽しかったよね。どこが？もう少しでランドソルの街を征服しちゃうところだったんだよ。弟くんと一緒ならお姉ちゃんはそれでもよかったんだけどな。ね、あなたもそう思ってるよね、闇の私。ようこそお姉ちゃんと弟くんのお城へ。来ると思ってたよ、愛と希望の私。なんて強力な闇の気配。なるほど、今まで姿を見せなかったのは近づくだけでバレちゃうからか。みんなも出ておいで。ふふん。お姉ちゃん全員集合だね。でもいいのかな、こんなにお姉ちゃんが集まっちゃうと。弟くん、お姉ちゃんと一緒にクレープ食べよう。弟くん、クレープよりもチョコの方がいいよね、ね。弟くん、もっと開放的な場所に行こうよ。弟くん、こんな色物お姉ちゃんよりシンプルなお姉ちゃんが一番だよね。こんな風に弟くんの取り合いで大惨事になっちゃうよ。ううん、そうはならないよ。だって私の力は。どのお姉ちゃんよりも上なんだから。これは全てのしずるちゃんを操ってる。そっか、結局どのお姉ちゃんが目的を達成しても最後はあなたが勝ってたんだね。もうひどいな、その言い方だと私が悪者みたいじゃない。みんな私なんだから同じことだよね。違うよ、どの私も同じだけど、やりたいことの違う私だった。その思いは踏み台にしていいものじゃないよ。あなたの目的は何？弟くんをどうしたいの？わざわざ聞かなくても分かってるはずだよ。だって私なんだからね。そんなの分かんないよ。勝手に生まれて勝手に弟くんを取っちゃおうとするなんて。そっか、自覚がないんだね。だからこんな風に別れちゃったんだ。私は闇のお姉ちゃん、弟くんが欲しい。ただそれだけの私。この世界は私と弟くんを離そうとする力に満ちてる。私はそれをいつも疎ましく思ってた。だけど我慢しなきゃならない。何もかも取り戻すためには。でも止められないよね、だって大好きだから。いつだってそばにいたいよね、本当は。やめて。だから私たちが生まれたんだよ。誰にも邪魔されずになでなでしたい、ぎゅーってしたい。他の子を見ないでほしい、私だけを見てほしい。やめてって言ってるでしょ。うん、そうだよね。私はお姉ちゃんだからそんな気持ちは認められない。だけどここにいる私の存在はごまかせない。弟くん見ないで。これは違うよ、お姉ちゃんはこんなにわがままじゃない。強情だな。でも安心して、私が何とかしてあげるよ。さ、弟くんを連れてきて。させない、ダメだよ。ノーマル、セクシー、操られて弟くんを狙うなんて間違ってる。ショコラ、お願い、闇の力に負けちゃダメだよ。
あれあれ、どうして戦わないの？その手に持ってる武器は飾りなのかな？そんなことじゃ弟くんを守れないよ。しずるちゃん同士が戦って傷つく姿を見たくないって、騎士様の気持ちを守ってるんだよ。なるほど、優しいもんね弟くんは。確かに、いつもの私だったらその約束は破れないね。でも私は違う。私は弟くんが全て。絶対に弟くんを手に入れる。たとえ他の私を切り捨ててでも。体が動かない。どうして？しずるちゃんの力を完全に上回ってる。ダメだ。今のしずるちゃんはただでさえ力を分けた状態。溢れ出した闇の力にはかなわないんだ。さあ弟くん、このお城なら邪魔は入らない。二人きりで闇のお姉ちゃんライフを始めよう。弟くん、逃げて。え、やった。弟くんも私と一緒にいたいんだよね。え？弟くん、全部の私を認めてくれるの？こんなにわがままの私たちを全部受け止めてくれるの？そっか。嬉しいな。嬉しいよね。みんな、うん、おいしいクレープ作ってあげなきゃ。じゃあ甘いチョコを入れてチョコクレープにしちゃおうよ。また二人で海にも行きたいね。白い砂浜を二人で手をつないで歩くの。弟くんに毎日当たり前のように挨拶して、当たり前のように抱きしめたい。それだけで私は無敵になれる。私の闇の力から解放されて。みんな私に力を貸してくれるかな？もちろん。しずるちゃんが一つに。そんなわけない。そんなわけがないよ。私の中にある弟くんへの思いは、たくさんの願いはいつだって邪魔されてばかりだから、私が叶えてあげるって言ってるのに、この闇の力で。そうだね、あなたも私だよ。その気持ちを否定したりしない。でもね、それを阻む私もここにいるんだよ。おいで、ミニ弟くん。私はミニ弟くんでごまかされたりしないもん。これだけじゃないよ、もっともっともーっとおいでミニ弟くん。え、ミニキッス様が大量に、しかも一つに集まっていく。これはお姉ちゃんの極大の愛。今ここに合体。キング弟くん。でっかい。あ、騎士様ワクワクしてるね。やっぱり合体とか巨大化とか好きなんだね騎士様。僕もなんだか胸が踊ってるよ。これがお姉ちゃんの愛、弟くんへの思いの大きさ。絶対無敵の。お
お姉ちゃんパワー！こんなの見た目だけの。ううん、私なら分かってるはずだよ。このキング弟くんがどれだけの力を秘めているか。弟くんはあなたが傷つく姿も見たくないんだよ。だからおとなしく降参してくれないかな。できないよ。おとなしく降参できるくらいなら私なんて生まれてないんだから。そっか。どうするの、しずるちゃん。騎士様の思いを汲んで攻撃ができないとなると。キング弟くん、プチッとしちゃえ。え？え？あれ？魔法少女なお姉ちゃんが弟くんの願いを叶えちゃうぞ。今日10回目？気にしない気にしない。愛と希望と闇の力か。なんだか複雑な気分かも。だって闇が混ざってるなんて。え？かっこいい？あ、愛と希望と闇のお姉ちゃん、ここに参上だぞ。希望のお姉ちゃん、闇に包まれたお姉ちゃん、弟くんはどっちがいいかな。え？どっちでもいいの？それってどんな私でも受け入れてくれるってことだよね。ありがとう、すっごく嬉しいよ。私もね、弟くんなら何だって受け入れられる。弟くんの言葉も魔法みたいだね。お姉ちゃんはカーツ。一件落着じゃないよ、しずるちゃん。最後パワーと質量で無理やり片付けなかった？見なよ、騎士様が放心状態じゃん。え、どうしたの弟くん、お口があんぐりしてるよ。あ、お姉ちゃんに歯磨きしてほしいのかな。仕方ないな、甘えん坊さんなんだから。わあ、びっくりした。え、なんで普通にいるの。さっきキング騎士様にプチってされたんじゃ。キング弟くんに人を傷つけたりはできないよ。だって弟くんは優しいから。うん、
キング弟くんの手に包まれた時、すっごく優しい手触りに包まれて夢見心地だったよ。絶対に叶わないって思っちゃった。そうなんだ。さて、それじゃあ決着をつけようか。私の闇の力はあなたに負けた。好きなようにしていいよ。消し去った方が楽だとは思うけどね。そんなことしない。だって弟くんが全部の私と一緒にいたいって言ったんだから。でもそれじゃあいつまで経っても闇は消えないよ。我慢したり苦しかったり耐えなきゃいけないんだよ。それもお姉ちゃんの愛だから。戻っておいで。うん。ただいま。お姉ちゃんの部屋じゃないけど、ただいまって言っちゃった。弟くんとお買い物楽しかったな。ありがとうね弟くん。お姉ちゃんの荷物持ってくれて。弟くんがいろいろ選んでくれるのが嬉しくって、ついいっぱい買いすぎちゃった。でも大丈夫。弟くんのために使うお金は、お姉ちゃんの必要経費。そうだ、今日の夕ご飯は何が食べたい？お姉ちゃん、君のご両親にお世話を頼まれてるからね。お嫁さんみたいに、かいがいしくお世話しちゃうよ。でもその前に、家の中で二人きりだし、やることがあるよね。もしかして宿題が溜まってるの？それは大変だね。お姉ちゃんが後で見てあげる。でも今はそうじゃなくて。もう、弟くんってば分かってないんだから。この状況ですることなんて、一つだけ、だよね。お姉ちゃん主催、お姉ちゃんファッションショーの始まりだよ！ヒューヒュー！わーい、ありがとう！全弟くんが大盛り上がりだね。実は今日のお買い物はこれのためだったんだ。ショッピングモールの服屋さん完全制覇しちゃったもんね。帰る途中からずっとうずうずしてたんだよ。買った服弟くんに早く見せたいなーって。じゃあ早速着替えてくるね。覗いちゃダメだよ。もし覗いたりしたらコラーってしちゃうからね。まずはこれ。どうかな？ちょっとオシャレでしょ？お姉ちゃんというか、お姉さんっぽく見えるようにしてみたよ。似合ってる？ありがとう。じゃあ次はこっち。飲食店の店員さんをイメージしたんだ。弟くんの接客しちゃうよ。いらっしゃいませ。なんてね。お姉ちゃん喫茶のお客さんは、弟くんだけだぞ。接客の次はコックさんもあるんだよ。パティシエって言った方がいいのかな。弟くんに甘くて美味しいスイーツ食べさせてあげたいな。大丈夫だよ、お姉ちゃんがちゃんと管理してあげるから。次はちょっぴり恥ずかしいけど水着だよ。ああ、あんまりじっと見ちゃダメだぞ。弟くんはそういうことしないって信じてるけど、お姉ちゃんの魅力にコロッとしちゃうかもだからね。じゃあ次は。って、いろいろと着替えてみたけど、弟くんの反応は今のところ、中の上くらいかな。もっとこう、いろんなお姉ちゃんを見てもらって、弟くんをドギマギさせたかったんだけどな。このお姉ちゃんファッションショーは、弟くんに新しいお姉ちゃんを見てもらうために開催したんだ。どんなお姉ちゃんが好きか知りたかったし。はあ！もしかしてお姉ちゃん見飽きちゃってるのかな。それは良くない、良くないよ。お姉ちゃんは弟くんにとっていつだって新鮮じゃなきゃ。よーし、最後はこれ。悪いお姉ちゃんだぞ。悪いお姉ちゃんはね、いつもより大胆なんだよ。こんな風に、
弟くんに迫っちゃうな。あれ？弟くん、ドキドキしてる？はい、よかった。じゃあ、もっとだね。このまま、弟くんを襲っちゃうぞ。なんて、ね。この辺りで止めておいた方が良さそうね。この先はちょっと刺激的だわ。うん、お疲れ様。いろんな姿のしずるちゃんはどうだった？どれがいいかなんて決められなかったんじゃない？ま、しずるちゃんはしっかりと見抜いてたみたいだけど、この後がどうなったか気になる？それはもう、悪の魔法少女に変身したしずるちゃんは、自分の欲望の赴くまま、あんたに悪の限りを尽くすのよ。なんて、冗談よ。おっと、そろそろ起こさないとね。あのモフモフした毛玉が心配してるみたい。なんなのよ、あれ。じゃあまたね。バイバーイ。しずるちゃん、キッ様、起きてよ。あれ？あ、よかった。目覚めたんだね。闇のしずるちゃんを受け入れてから、二人とも急に倒れちゃうからさ。急に力が戻った反動かな。お、でも、キッ様はどうして？そんなことどうでもいいよ。それより弟くん、モーラちゃん、帰ろっか。それじゃあ、僕はこの辺で。二人ともまたね。あ、いや、あ、できれば今度は、なるべく巻き込まない方向で。今日はありがとね、モーラちゃん。じゃあ弟くん、行こっか。もう暗いから、お姉ちゃんがお家まで送ってあげる。今日は大変だったね。自分を相手にするなんて、すごく不思議な気分だったよ。あれが全部、私か。そういえば弟くん、弟くんは初めからお姉ちゃんについてきてくれたよね。それってどうしてかな？あのお姉ちゃんたち、見た目はほとんど同じだったし、もしかしたら、私が本物じゃないかもって思わなかった？全然迷わなかったの？それってどうして？あっ、すごいね、弟くんは。お姉ちゃん、かなわないや。あ、そうだ弟くん、これからクレープ食べに来ない？それで明日はチョコレート作ってあげる。その次は水着を持って海に行こう。そんな風に普通に過ごしていこう。それが私の望みなんだから。どんな邪魔が入っても諦めないよ。お姉ちゃんの中には愛と希望と闇の力があるんだから。どんな私ともずっと一緒にいてね、弟くん。